岸田のフーミン首相がおっしゃってる新しい資本主義って正直キモいなと思っててんけど、日本経済新聞2022年1月4日新しい社会主義に傾く岸田政権、民間介入は最小限に、編集員大林さんっていう方の記事で、この記事は会員限定ですなんやけど、導入に使いたいので全部読まなくて全然大丈夫やねんけど、記事によりますと、数あるチャーチル語録の中でも民主主義の相対優位を説いた、実際のところ民主主義は最悪の政治形態と言っていい、ただしこれまで歴史上試されてきたそれ以外のあらゆる政治形態を除けばは特に有名だが、彼は資本主義についても名言を残している。資本主義が持つ悪は恩恵を不平等に分配してしまうことだ。社会主義に備わった徳は不幸を平等に分配することだ。これは中川照正さん監修監訳によるチャーチル名言録からって書いてあるねんけど、不幸を平等に分配。あ、キモい。私は戦時中までに出版された先人の書で歴史の真実をごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は、世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、揉めさせるために作ったんでしょって感じやねんけど、そして資本主義だけが自由に楽しく生きられんねん。その範囲内で。社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられる、恐怖支配されて、指令によって動くしかなくなる。新しい資本主義って、やっぱ新しい社会主義へ突入って感じがしてならんなと思っててんけど、今現在ですね、光と闇の戦いが行われてて、安心してください。光側が勝ってますよって言うてるスピリチュアル系があるんですけど、それをようよう聞いてみたら、社会主義への国に誘おうとしてませんって私は思って、いや、怖ーって見てねんけど、先人の書を紐解いて、基本ベース知ったんやけど、今、この世の中、牛耳ってたんは宇宙人やっていう説があるんですけど、自由なおそめ屋さんの、そこに入り込んだところの人たちのことは伏せて宇宙人のせいにすんのかなって見てんねんけど、私は先人の書を分析してきた中で、その当時は左翼フィルターがかかってないんかなと思ってたら、かかってる。で、ダブルスタンダードがいて、その当時行われていること、あそこの陰謀やねんけど、ちょっとあそこの名前を出すとまずいので、やゆうよの言うで止めとくけど、まあ、そこの陰の棒で物事が動いてて、なんとかしないといけない言って暴露してる人がいたんですよ。堤荒子さんって書いて、方向氏って読むみたいなんですけど、その方、後に安江則弘っていうことが分かってるんですけど、安江さんは、帝国陸軍におけるユダヤ問題の専門家として知られていて、後に、あそこの社会における最高の栄誉とされるゴールデンブックにお名前書かれてんねん。この世の中、あちらこちらに、石化工作員っていうのがいて、石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想を共産主義に変えることやねんけど、共産主義も社会主義もよう似たもんやと思ったらええんちゃいますの。私は右も左も保守言うてる連中も、根っこが同じのマルクソさんやと思って、観察して、あ、やっぱりそうやねんなって思ったんですね。保守活動をなさってる方たちって、お隣の国、藩の国、関とも言うけど、そこの宗教メディアで活躍なさっている人たちだらけで、ちょっと有名な、年したおっちゃんとおばちゃんが、お目目隠して写真撮ってみたり、なんだかなとか思いつつ、近づかんでよかったって思ってんけど、今現在活躍できる人たちって、社会主義者、共産主義者だらけなんちゃうの？日本国民不在じゃないの？私も蚊帳の外やねんけど、いろいろ観察していると、社会主義への国に誘おうとしてんのちゃうのって思えってならない。私は先人の書を紐解く前にですね、社会統計のとても偉い名誉教授の政治学者さんとのお仕事が辛くて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 、社会党って一体何やねんって調べ出したんです。後にわかるんですけど、社会党って社会主義インターナショナルっていう国際組織に加盟しているとても
怪しいところだったんですね。社会党の土井孝子は北の金ちゃんの国の英語のサイトで金ちゃんじいさん、キム・イルソンとツーショット写真が載るような女でした。そんな日本人女性いるって感じやねんけど。で、土井孝子、おたかはん、おたかはんは中の国でお詫び案件とかやって日本人の代表のふりして大工作してるなっていうのが分かったんですけど、で、先人の書を紐解くと、ほぼほぼ赤い酸っぱい勢力、友さん系が、友さんって共産のこと言うねんけど、この動画では。友さん系の悪さのことをピックアップされてるねんけど、日本共産党と中国共産党は同じ組織で、コミンテルンって言われてる国際共産党の一支部同士、コミンテルンも消滅したことになってるんですけど、コミンテルンの指導団体が自由なおそうめん屋さん、自由なおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国がお米の国って書くところアメリカやったんですけど、結局盛大なプロレスが行われてて、まあ、国民が選んだという形で社会主義の国に突入させて、後に共産、世界を一つにワンワールドにするっていう計画があるみたいだったんですね。で、安倍っちの話しますけど、安倍っちで前首相のこの方のフルネームとか言ってしまうと面倒なことになるので、安倍っちって言ってるんですけどね、スガッチとかも言います。何しか安倍っちがお隣の国、藩の国関とも言うところの宗教団体を活用しているって赤い酸っぱい連中が攻撃していますよね。あれはシステム上仕方がないんですよ。安倍っちのおじい様であたる岸さんが統一の教祖と仲良してた。あれって、教祖が反友さん主義を掲げたんですね。で、昔、反友さんやったら誰でもよかった。それと組んで戦うしかなかったっていう構図が作られてるんですね。で、いろいろ見てると、安倍氏を攻撃している人たちは、岸さんらが C の I の A の、取ってくださいね。C の I の A 側やったとか言って、安倍氏に対する不信感を抱かせようと頑張ってますけど、私は社会統計の学者を担当して、こいつ一体何やねんから始まったリサーチで、社会共産は赤い酸っぱいとんでもチームやったんですね。悪者担当で、我々日本国民は残念ながら私の大嫌いだった自民しかなかったんですよ。社会党が入っていた国際組織社会主義インターナショナルは、日本共産党や中国共産党の大元であるコミンテルン国際共産党ともともと同じ組織やったんですね。コミンテルンはもう消滅したことにはなってるけど、コミンテルンの指導団体は自由なおそうめん屋さん。このプロレスの中でどっちについたら得かを考えるしかないんですよ。だからお米の国側、アメリカ資本主義国を維持した方が得やし、社会共産は必ず痛い思い、辛い思いをさせられる北の金ちゃんの国や中の国、キュウリみたいな名前の国、最後ばポルポトンがいたカンボジアとか嫌やん、あんなにならんようにせなあかんなっていうことで安倍っちを私は支持してるんですよ。都市伝説陰の暴論を語ってる方たちって大体合ってて、それ最終的に自民批判に持ち込もうとしてませんっていうのがたたとあるなって観察してるんですけど、とにかく私は残念ながら自民しかないって思っています。右も左も保守言うてるやつらも根っこが同じのマルクソで、今現在の野党は赤い酸っぱい勢力、維新が最も立ちの悪い政党で、維新の正体はティグレ、岸田の風民の新しい資本主義、めっちゃきな臭いけど、今のところは風味にやってもらって、お米の国が失脚させるのちゃうかなって見ていればいいと思います。